ごきげんよう。お待たせしてしまいましたわね。出た。時間通りに来ましたのに、あなたの方が早かったんですわね。ごめんなさい。慣れないな、この人。それで。それで？一騎様から聞きましたわよ。あなた、花火大会に誘われたんですって。まずい。怒らせた？あなた、私が役と思う。怒り狂って鬼神母神神社に牛の国参りをすると思って。そんなことはありませんわよ。だって私は一騎様に海に誘われたんですもの。花火大会と海なら海の方がランクが上だから、花火大会は心よくあなたに譲って差し上げてよ。心よくという割には鬼神母神神社に牛の国参りってのがなんかリアルなんですけど、それに海とか言っても海には入れないんじゃないかな。涼しすぎるし。ファン同士譲り合いの精神が大事ですわよね。抜け駆け精神も重要ですけども。ファン？ああ、じゃあやっぱり君もリカと同じファンクラブに入ってるんだね。え？ちょっと待て、もしかしてファンクラブって一期の？ただの学生に組織的なファンクラブ？それってどこの世界の話？そりゃかっこいいやつだなとは思うけど。相変わらず仲良さそうだね、二人とも。あら、一騎様、ご機嫌うるわし。うん、おはよう。っていうか、待たせちゃってごめん。早めに出たんだけど、会員の子に捕まっちゃってさ。今日の行き先を質問されて、巻くのに苦労したよ。うわ、本当に一騎のファンクラブがあるのか。これは予想外だ。あの子たち、一騎様にそのような真似を。申し訳ありません、一騎様。私の教育が行き届かず、不快な思いをさせてしまいました。大したことじゃないからいいよ。気にしないで。というか、君たちこそ大丈夫。僕と一番親しいのは二人だから、裏でいろいろ言われてなきゃいいけど。まあ、そこまで私たちのことを。ありがとうございます、一騎様。ですけど、それには及びませんわ。私はファンクラブ会長で、この子はその私の親友ですもの。小娘どもに手出しなどさせません。小娘？ってか親友？そう。でももし何かあったらすぐ言って。なんとか対策を考えるからさ。本当は僕が君たちと距離を置けばいいんだろうけど、それも寂しくてね。君たちは僕と普通に友人付き合いしてくれる数少ない相手だからね。変なことで失いたくない。一騎様、そこまで私たちのこと。私、生まれてきてよかった。たとえ明日死のうとも、我が人生に悔いなし。さて、それじゃあ行こうか。僕の気に入ってるショップが浴衣の販売を始めてさ。安くて可愛いんだ。あなた、ちょっといいかしら。え、何？怖っ。さっき一騎様には会いましたけど、最近ファンクラブの内部が険悪なのは事実ですの。一騎様はあなたを花火大会に誘ったから私を海に誘い、また別の子は別の場所に誘って、誰か一人を極端に贔屓しないよう気を使われてますけど、最近になってファンクラブに入ってきた子はそれすらも気に食わないという子が結構いますの。平等にではなく自分だけを見てほしい。だから他の会員を追い落とすと。なので本当に些細な目立つ行為が小娘どもの妬みを買っているんです。あなたは私に誘われて、さほど一騎様に興味がないまま会員になったでしょう。あの目に見つめられても、それでもあなた自身は一騎様に連着していない。だからこそ話しやすいと一騎様もよくあなたに声をかけているのでしょうけど、それは目立つ行為に他なりません。会長である私も先日新会員たちとバトルになりましたもの。私だけ抜け駆けしてずるいと。もちろん完膚なきまでに叩き潰して勝利しましたけど。みんななぜか私には常に弱腰というか引き気味なので、勝つのも簡単でしたわ。ああ、うん、だろうね。ただあなたは口数も少ないし、おとなしいと思われているから舐められているかもしれません。それにほら、おとなしい子はキャラを作っててムカつくという意見も昔からあることですし。ああ、君もしかして同性の友人に嫌われるタイプだったの？とにかくあなたは怒りを買いやすい立場にいるのですから、
お気をつけ遊ばせ。できれば花火大会のことは他の子には伏せておいた方がよろしくてよ。立ち止まってどうしたの？話は後でお茶を飲みながらしようよ。あら、申し訳ございません。すぐに参りますわ。行きますわよ。今日はいっぱい歩いたね。浴衣も買っちゃったしさ。それに緊張したよ。記憶喪失同行じゃなくて通行人の視線に。リカと一輝と君、3人で歩くといろんな意味で人目を集めるんだな。でもリカがいたおかげでいろいろスムーズに済んだね。それに一輝と君の間柄も分かったし、リカには感謝しなきゃ。けどあれどう思う？ほら、あのリカが言ってたファンクラブの話。目立つことするなって言ってたね。今下手に他人の悪意を向けられるのは怖いな。一輝と出かけるのやめた方がいいんじゃないかな。右京は行けって言ってたけど。そうだね、それがいいかもしれない。右京は僕たちの知らない何かを知ってるみたいだから、アドバイスをもらえるかも。この間のメールでメアドは分かってるから、メールで聞いてみようか。返信だ。なんだって？何これ。行けって言ってるんだろうけど、これじゃあ余計不安倍増だっつの。まあでも要するに今は気にしても仕方ないってこと？じゃあいいか。にしてももうちょっと引き止める系のこと書いてくるかと思ったのにな。君を好きだってそう言ったのに。リカはさ、一輝がファンクラブの子を平等に扱うから嫉妬しないって言ってたよね。右京はどうなのかな。どういう理由で君が他の男と出かけても平気なんだろう。本当に焼いてないのか、それとも諦めてるとか。セットしといたのはいいけど、結構音が大きいね。目覚ましにするなら携帯のアラームくらいの方がいいかもしれないな。さて、時間は3時？昼の？やばい、寝すぎ。てか昼の3時に目覚ましかけるって何の意味あってのことなの？君と一緒に寝てた僕も偉そうなこと言えないけどさ、今日の花火大会が夕方からでよかったね。そろそろ一輝から連絡がある頃かな。どうせ暗くなってからスタートだろうし、4時くらいから支度を始めたらいっか。でもさ、昨日の右京のメールちょっと引っかかるよね。楽しんでおいでって言われてるんだから、そうした方がいいんだろうけど。うん、わかった。そうしよう。僕もその方がいい気がしてたんだ。一気に今日は行けませんって連絡しなきゃ。メールでいいよね。こんなギリギリになってキャンセルってちょっと気が引けるけど、体調が悪いのでごめんなさいって送れば失礼にはならないんじゃないかな。けどさ、こんな涼しいのに浴衣って君たち結構無茶するよね。そりゃ一応8月だけど、暦の上では夏だけど。でも気候的には秋じゃない？夜とか涼しいのを通り越して肌寒いもん。花火大会だから浴衣っていうその気持ちはわからなくもないけど。またメールだ。一輝の返信かな。お、優しい。
結構いいやつだよね、一輝。ちょっと心が痛い。じゃあ右京にも一応メールしておこうか。昨日相談させてもらったし。送信した？うん、それじゃあ右京の方もこれで OK だね。じゃあ家でおとなしくしてようか。明るいうちに出歩いて一気にばったり会っても気まずいしさ。峰とか沢とかその辺のメンバーも花火見に行ってそうだしね。右京は花火見に行くのかな。でもできるだけ君に会わないようにしてるって言ってたから家にこもる予定でいたかもね。それともまたどこかで昼寝してるとか。あいつ君のことはすごく心配してるのに自分のことは結構雑な感じだよね。君に極力会わないってのも君を思ってのことみたいだしさ。本当よくわかんないやつで、今日の予定だけど僕たちは家でのんびりするでいいかな。気になる？会いたいとか？会いたいって右京に？本当に？急に何を言い出すかな、まったくもう。でもさ、分かったよ。君が会いたいなら右京を探そう。協力するよ。あのね、僕なんだか嬉しいよ。記憶喪失で受け身になってた君が自分で感情を表現したんだ。右京に会いたいってさ。だからその気持ちはとっても大切なんだと思う。じゃあ行こう。右京に連絡して居場所を聞こう。携帯に連絡しても右京から返事はなし。右京の家もこっちは知らないし、仕方ないから右京がいそうなところを総当たりしよう。結構無茶だけどさ、あいつこの間みたいにまた寝てるかもしれないし。だとしたら見つけることもできるんじゃないかな。じゃあ行こう。頑張ろうね。なんかちょっと冷えてきたね。君浴衣じゃなくてよかったね。歩き回りすぎて足痛いし、少し休もうか。見つからないね、右京。やっぱり街の中で何の手がかりもなしに人一人探すのって無謀だったかな。あ、花火始まったみたいだね。ここからじゃ見えないけどさ、右京もどこかでこの花火を見てるかな。君を避けたいんだったらきっともっと人気のないところで。あ、そうだ、もしかしたらあそこかもしれない。行ってみよう。すごい、ここからでもはっきり見えるね。僕こんなにちゃんと花火を見たの初めてだよ。すごいな、綺麗だな。人間ってどうしてこんなに綺麗なもの作れるのかな。僕は人間じゃないけど何もできない精霊だけどさ。でももし僕が人間なら、人間になれたとしたら僕にもこんなに綺麗な何かを作り出せるのかな。え？え？右京だ。どうしたの？こんなところで一気とはぐれた。あ？何言ってんの？一気とは行かないってメールしたのに、ねえ。メール？あ、ごめん、見てない。あ、ちょっと待って。え？一気と出かけるの断ったの？なんで？それに、ごめん、君、俺に何度もメールしてたんだね。30分おきくらいに何度も。今日はもう君からは連絡ないと思い込んでたよ。出かけたとばかり思ってたから。で、何？俺に何か用があった？俺に？もしかしてそれで俺を探してたのか、こんな時間まで。
君は俺を覚えてないのに、思い出も過ごした時間も全部なくしてしまったのに。なのにずっと俺を探して、バカだな。俺に近づいたら良くないって警告しただろ。会いたいなんてそんなこと言ったらダメだ。俺も君に会いたかったよ。けどダメだ。俺は君に会ったらダメなんだよ。俺の手でこんな風に君に触れたらいけないんだ。君を好きだなんて、愛してるなんて、そんな言葉も俺には言う資格がない。だって俺は君を何度もこの手で愛してる。俺は君を愛してる。目覚めたら何度でも言うよ。何十回でも何百回でも君を抱きしめて君に愛を告白する。だから、だからあと一度でいい。目を開けてくれ。他には何も望まない。俺のことなんか忘れてもいい。だからどうか彼女を助けてくれ。